読売二つのかますじ。読売二つのかますじ。あ、アレさんも先週お休みでした。あ、そうだ。本当だ。お久しぶりでございます。ございます。無事でしたね。ご無事で何より。一ヶ月に一回は誰かいなくなるから、ね。すみません、すみません。ご時世よ、本当に。本当にお熱は出たんですけどね。はいはいはい。無事陰性ということで。だからね、みんな心配してて、あ、先週の放送の話まだしてないんだ。あ、そう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 。本当だ。そうだ。先週アレさんがあの直前まで。コメントしてツイッターで引用リツイートかな、はいはい、あ、僕も家で見るんで皆さんも見ましょうみたいなしてたじゃないですか、はい、だからあくまでアレさんが今生で見ててコメントくれる前提で番組を進めたんですよ。申し訳ない。したらもうね音信不通で、そう、一歩もこないちょっと心配になっちゃって途中で終わったと思う。3人でいやすぐ電話かけて出ない。すいません、アーカイブ見たら分かる、後半追悼番組みたいになってます。だってねえよ別にそこまで。めっちゃ心配だった。なんかね、うん、こうもちろん開いて、はいはい、開いてスタンバってたんですね。スタンバって寝ながら、うん、嫁たちのタオス人みたいなのが記憶にあるんだけど、あそこのその記憶があるだけで気づいたら3時とかだったんだ。あれだ、だからしこった後エロ動画開いて寝落ちちゃった。開いたまま寝落ちしこるのね。しこって読み始める。エロいからなんかこうやって突き出して。それであれさんありきで進めてたから申し訳ない。ブー体験もここスタジオで一切やってないです。あのブーは、え、そうそうそう、あれさんがブーした人、うん、コメントくださいって言って、はいはい、で結局全部読んだのにコメント来なくて、うん、わからない。誰もじゃあブースできてないんです。今何したのかなみたいな。あー、なるほど。アーカイブを来週から載るじゃないですか。はいはいはい。アーカイブを家で見てちゃんと生放送の手で、あのちゃんとブースして教えてください。あ、分かった。した人を教えればいい、ね。そうそうそう。じゃないと、はい、申し訳なかった。本当申し訳なかった。いや、でもよかったです。いや、無事でよかった。無事無事無事。と家帰ってからも2時頃まで電話かけ続けたし。あ、本当ですか。3回ぐらいかけて。あの、片岡と母から電話は。母母見てるからこれ。めっちゃ心配だ。一番心配でしょ。何があったの。いや、そうよね。しかも、ね、寝てるって分かってるいいけど、はい、直前まで見ましょうって。そう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 。もちろん見るつもりで、そしたらもう、オナニーした後だから。いや、母見とるんよ。母見てるから。ということで、まあ、先週はね、ごたごたしましたけど、申し訳ない。今週は、うん、ちゃんとアレさんと僕が揃って、元気よく。さらに、もう一人ね。あれ、空いてますよ。おります。あれなんで2じゃないですか。今日はね、ごめんなさい、青年隊ファンのね、のりこのりのりさんには申し訳ないんですけども、青年隊は今日画面に映りません。ああ残念。残念ながら声だけの出演で。今ね映ってない場所でこいつら私服できてます。ああそう。いや安楽に後半大ダンサーだけは出るって聞いたら。T シャツ持ってきた。ふざけんなよ。ヘルメットも何もない。本当だ。お前しかも今日みんながここでやる紙コップ水の矢壁担当なのに、俺喉乾いてて、確かに本番直前まで確かに確かに喉乾いてたのにコップがないから、ないから、ね、で給水器いけないじゃないですか。いけないいけない。9時52分頃来て、来てね。すいませんコップ忘れました。で俺もう飲み物とりあえずなんかのお茶もないし、ないね、裏バネで残った缶チューハイ一口食った。僕はねちょっとその続きでいただいて、じゃあそれはねあれさんも飲んでるからいいけど、いただいて、ムーマさんとユータンさんがねめちゃくちゃコメントいっぱいくれて、なるほど、番組盛り上げてくれたので、そうありがとうございました。ありがとうございました。ということでじゃあ呼んじゃいましょうか、はい、この男、こんな黙ってることありますか。こんなちゃんとゲストしてます。スタジオの端っこでこうしてるんでね、遅いよみたいと思います。確かにゲストしてるな。どうぞ。大した喜びじゃない。入ってきましたね。はい、どうぞどうぞ。ゆっくりゆっくり。はい、座ってください。なんでチンチン押さえてんの、なんでチンチン押さえてんの、大丈夫、愛媛からはるばるやってきました。実家のぐそうさんです。どういうことですか。のぐそうさん、実家のぐそうさん、実家のぐそうさん、のぐそうさんだよね。そんな名前じゃなかったっすよ。あれ坂友爺さんじゃん。坂友爺です。でも、はい、あれ改めて昨日は坂友爺改め改め、はい、改めてないけど改めてないけど昨日は
まあ、実家でのぐそしました。どんなエピソード。実家って実家って外でしたっけ。家、え、僕行ったことありますけど。実家は家ですよ、立派な。お家が畑が一番うんこできるところ。畑があったんですか。確かに一番落ち着いてうんちできるよね。実家でのぐそって一番聞かない言葉ですね。どういうことですか。あんまりよく意味がわからないですけど、あの森林、まあ、周り森林、はいはいはい、僕の家田舎なんです、うんうん、土地も広いんで、ね、だから周りがもうすごいめっちゃ草が、草木がすごい。その会話がやってたんですか。野草した。いや、なんで野生味が溢れすぎて。野生味が。これはちなみに今日、お母さんにはまだ言ってない情報。お母さんには言ってないから、うん、お母さんはどこでしたか探すと思います。探すですか。探す意味もわかんない。あの、ね、状況説明がないとそういう性癖なのかな。切羽詰まったんでしょ。いや、なんか、あ、そうなんですよ。だ昨日、あの、まあ、僕の地元のやっぱり丸くんがいるじゃないですか。くんっていうの、丸選手っていう、巨人軍の4番の、ね、あ、今4番じゃないけど。会ったことない、会ったことないでしょ。いや、あります。あの、あるんか。いや、小学校の時サッカー大会があって、サッカー大会、丸くんは6年生で僕が5年生で、うん、丸くんはファードなんです。地元が一緒だからね、ちょっと偉そうに。ジャニーズみたいな方式でくんっていう。俺が志村けんくんって言ってる。同じ地元がね。俺がグレーくんって言ってる。いや1個しか違わないですから。1個しか違わないで、1個でも上だったら3だろ。いや、じゃあじゃあ自分だったらよりなんか、いや、野球会ったことあるっていうのは全然喋ってるのが、野球で対決したことあるんで、あれ丸くんすごいよねってみんな言ってたから、うわ、地元で話題の選手。なるほどなるほど、有名だ。それはそうですから、うん、なるほどね。で、ビノグソしたんですよ。どこ行ったの。なんでだよ。マルさんのなんか記念館みたいな、あ、展示会に行って、あ、だから、まあ、マル君、違う、うん、地元の料理屋さんでお刺身食べてて、うん、それでマル君のサインが飾ってあって、うん、はい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 、で、あ、マル君のサインだって大きな声で言ったんです、うん、ちょっと気づかれるかなと思って、僕も、あ、自分も気づかれる。ああ、坂友さんじゃないって。そしたら案の定やんない、うん、お、あ、坂友さんですよね。で来て、うん、で、サインは求められないのかって心の中で思って、あ、サインはもらえくださいって言われなかったけど、で、その頃からちょっとお腹痛くなり始めた。あ、なるほど。もう来てたんだ、予兆は。で、ちょっと田口が、前の番組で田口さんが出たくてしょうがない。ナミさんも出たがりだから。田口さん。確かに本物と似てるっすね、性格が。あ、いや、一人一人手振らなくていい。あ、ママも。生放送中なんで、一人一人順番に行こうじゃないか。俺反応しようから。はいはい。で、家、お腹痛くて家帰ったんです、うん、そしたらなんかシャッター閉まってて、鍵とか、あらま、それでどんどんどんってやっても全然出てこなくて、うん、持ってなかった鍵は。持ってないよ。持ってないんだ、実家の鍵。実家の鍵持たない、うん、で、のぐそし。のぐそまで今回近いんですよ。なんでそのゴールが、ね、いや、昨日ね、写真も来たじゃないですか。このグループラインに。ひどいって。普通にマジなうんちを。いや、本当に腹が。ビチビチの。いやいや。どういうつもりでさ。あれさ、しかもダメなんですね、うんち。俺ダメじゃん。うんち。俺っていうかダメじゃん。ダメダメダメ。しかもなんか。でもあれさん、人の巻きぐそみたいな、あれじゃないですか。なんだよ。何が。何が。何が。いや、帽子、今全然だよ、普通だもん。帽子取ったら前は巻きぐそのてっぺんみたいだったじゃないですか。出川さんのモノマネしてたもんね。じゃあ出川さんに巻きぐそのてっぺんって言うのかも。会った時に。あと、だからなんだよって話だ。うんこしたわけじゃないんだよ。はい、いや、たとえ俺ノグス経験あるよ、そりゃ人生で。おう。一回とか。あ、あるんすね。あるあるあるよ。北海道で。北海道で。何歳ぐらいの子ですか。雪の中ですか。いや、ちょっと待ってよ。掘るなぁ。雪ですか。確かに雪だったら吹ける。全然雪。全然雪じゃない。うんこしたら2メートルぐらい落ちるんですか、雪の中を。あ、熱があるから。はい、そんな積もった場所はしてないですよ。じゃあちょうどいいね。そんな親切の。じゃあちょうどいいね、じゃない。で、春、吹きの塔と一緒に。肥料だって、その時はもう肥料としてあってこいつ。いやいや、あるよ、無人駅があったりするからさ、やっぱり北海道だって。ああ、ない、トイレなかったり。ないとかあったから、我慢できないとか。という、分かるよ、気持ちは分かるけどさ、それをさ、写真撮ってさ、そうですね、動画じゃなかった、しかも。埋めてる動画です。うんちしっかり。犬のうんちみたいなサイズじゃないから。一回。おえじゃない。ボケてくる。ボケてくる。もしかしたら今食事中の方もいるかもしれない。絶対やめた方がいい。スポンサーさんとかいる。確かに。本当に。ということで、今日ね、坂友が来ることを分かってお便りもらってるんですけど、その前から
事前にお便り来てる方もいますね、オープニングお便り、玉筋ネームのりこのりのさん、こんばんは。こんばんは。あれさん、玉筋にコメントできないぐらい大変なんですね。先週のあれですね。あ、すみません。すみませんでした。すごく心配です。お騒がせ。あと安楽さん、下ネタ四天王に大鍋常さん寝取られてしまいますよ。しっかり守ってあげてください。うん、そんなことがあったの？かな？まあまあ毎度のことですからね。玉筋ネーム白いキョトンさん。うん。はい、気づいてる中学生（白いキョトンさんですね）うん、先週もめっちゃ面白かったです。怪しいですねと言われてその通りです。あれかな？大鍋常の家に荷物届いた回？届いたの？いや、それに C さんか。僕さんか。でもまだ分かんなくて怪しいって言われてる話じゃない。ああ、そういうこと。あれさん、それも知らないです、ね。知らない、知らない。じゃあ来週アーカイブを見ていただきたい。そうですね。長いから、ね。でも大鍋常さんも前にタイさんに怪しいって言われてたのを島尾福くんネズミさんのラジオで言っていたので一緒で光栄です。タイさんに怪しい、作家さんがね、タイヒラメさんか、タイヒラメさんが言に言われたのネズミが言ってたんで、はい、光栄ですって、何で怪しいか分かんないって、何を、これは持って帰ってもらって、いやいやいや、そういうシステムなんですか、その自分の責任取って。それからくまモンさんがですね、たまにあの見てコメントくれるくまモンさん、アズーリ番組ファンなのかな、うん、が、放送前に来てました、はい、あ、あれしんのすけさんのやつってこのあと22時から放送する読める2つの玉金ですよね、あ、玉筋だったっけってボケたのを気づかずスルーしてしまったので、はい、今読ませていただきます。1週間越しですいません、はい、玉筋でやらせていただいてますね。玉筋ですね、ということでここまでが先週来てたお便りで、今週坂友に質問ある人っていうふうに募ったら、1,2,3,4,5,6 通かな、すごい来てますんで、いいね、まあ時間もあと 4,5 分なんで坂友じゃあポンポン答えていただく、はい、ポンポン答えてね、背番号6ポンポン答えていきます。玉筋ののりこのりのりさん、うん、おはようございます。おはようございます。4時20分に来てますね。おい、坂友さんに質問です。おい、最近食べた一番美味しかったものは何ですか？一番美味しかったもの、うん、まあ、愛媛行ったわけですからね。一番美味しかったものですか？確かに、うん、最近食べた、いろいろあるでしょ、愛媛は、うん、あ、でも昨日、うん、勝浦で勝浦担々麺食べたんです。食べたんです。はい。はい、美味しかったです。カツラさん、ダメ。はい。久々の人前だからね。だからずっとこうやって揺れてるし。そう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 。もともとはだってこんなんじゃなかったんだから。堂々としてたもんだよ。こんなもんやろ、もともとは。何とか言うんですか。知らん。そんな外野が言わせるんですか。いや、初めて見てる方もいるんで、坂友を。そうですよ。ね、いや、勘違いした、まだちょっとね、前回結構ブランクがいつ出ましたっけ、はい、前回、前回は玉筋で来たのは何月かな、4月、あ、4月、いや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 、今4月、4ヶ月ぐらい前じゃないですか。いや、去年だっけ、年末去年年始大下感謝されない、ああ、そっか、そこらへんですか、か細かすぎてか、ああ、うん、いや、それもこんなんでしたよ。同じ入れてましたよ。徐々に気合い入れてるから大丈夫。頼む、いいですね、質問来てますから、ね、たくさん。玉筋ネーム巻助さん、はい、坂友さんへの質問、お、こんばんは、こんばんは、坂友さん、おかえりなさい、質問です。坂友さんの YouTube は将棋やったことない人でも見ていいものですか、かっこ見たことないなんて言えないと、つまり見たことないけども、うん、将棋興味ないけども見てないですか、はい、という質問です、うん、俺も見たことないから大丈夫だよ、はい、誰も見てないんだよね、はい、坂友の YouTube チャンネル将棋チャンネルをやってる、はい、は別に将棋見たことない人、将棋知らない人でも楽しめる内容になってるんですか？楽しくないです、はい、あ、将棋を知らない人は楽しめない、はい、ってことなんで絶対に見ないようにしてください、はい、お願いします。見る必要なし、置いてけぼりです。なんでアップしてるんですか？しかも 2時間3時間くらいアップしてるからさ。あ、そう、ゲーム画面、いや、もう最高12時間生配信したから、長ひたすらひたすら将棋さす、見る気にならないよね。 見てほしくでもね、見てる方もいる、いや、見てほしくなくはない、あ、見てる人もいる、ね、見てる人から、お、ガタオカさん、アレさん、玉水センタメさん、そして坂友さん、おかえりなさいからのこんばんは、うんこ漏らしムーマさんですね。すみません、昨日の、あ、はい、知らんわ、俺の方が漏らしてるけど坂友さんとオンラインで将棋体験しましたが、あ、明日っす、あ、そうなんだ、しました、うん、あまりの強さに経験者としてびっくりでした。ちゃんと強いんだね。っていうより何年ぶりかに将棋を指したので秒殺間違いなしでした。
で質問ですが、はい、YouTuber になって得したこと損したことをお聞きしたいです。これはあるでしょ、ちゃんとした質問ね、ね、うんうん、YouTuber になったの今は職業確かに今職業何してるのか分かんない、も最近追っかけてもないから全然知らなかったけど、はい、どこまでだったっけこの番組内で。クリムキは相変わらずやってんの。クリムキもあの半年で終わってます。一番最後あれかあの、はい、便利屋さんの便利屋さんお手伝い、便利屋さんの便利屋さんはたまに呼ばれます。はい、じゃあ まだ継続中だ。夢の方はそのやりたいいろいろあったじゃん、パン屋さんとかゴルファーとかさ、あそっちはどう伸びてる。水素水とかですね、うん、まあ、今のところそうですね、ちょっとお母に言うなって言われてます、うん、母に、はい、お母さん関係するの。これ以上周りの人を振り回さない今さら今さらそれは大丈夫、今さら今さら振り回されてないからみんなね、それは逆にもう楽しんじゃったから、そう信じてないから大丈夫です。ちょっと母のあれを、母には言ったら、それを言いました。したら母がそれは言うなと人前で、はい、今やってることは実際あるんですよ、言えないだけで。あ、やってはないです。やろうとしてる。もちろんやろうとしてる。3年間やろうとしてないんだよ。そうだよ。やったことなんか一回もないよ。やろうとしてる人なんだよ。全然ないよ。詐欺師じゃない。だからやろうとすることを言うなと言われてるんだよ。気になる。やってないのに言っちゃダメなんですか。ダメなの。ダメです。すみません。そんな振り回しの人を。ママが。どっちかに耳打ちとかもダメですか。どっちかに。いや、それは、いや、まあ、ガタオカ知ってるけど。あ、知ってんの。ガタオカとお母さんは同じ反応してました。え、じゃあちょっと耳打ち、なんだ再確認の。え、だってやろうとしてることでしょ。さっき聞いたやつ。うん、そう、そんなんだっけ。ボケました。俺チラッと聞こえたの。ちょっと薄く聞こえたの。はい。はいはい、ノグソって言った。はい、ボケました。もう時間がないから、ボケとかなしでサクサク行きたいから。やろうとしてるじゃないじゃん、それやったじゃん。確かに、もうやってる、達成したんですよ、それは。なんだっけ、なんだっけ。あー、水道。はい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 。あ、全然別に言っていいんじゃないの。一応、母が。ダメ。へ、それは俺も知ってます。そうだね、そうですね、俺は知ってます、ね、聞こえた。俺はちょっと前に長電話されてるんで、うん、やっぱそれで、ああ、うん、それ振り回されたんです、ね、振り回されて、僕はだいぶ振り回されて、であのどうせやらないから別に、うん、言ってもいいけど、うん、まあ、そこはお母さんの意思、ね、まあ、まあ、見てますかね、うん、お母さん、まあ、まあ、そうです。2週間後ぐらいにはもう言えんじゃないですか違うものになって。やめましたは言えない。そうじゃあそれまでちょっとお楽しみに。楽しみですね、じゃあそれをね。タマスジネーム、コルレオネさん、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。坂友川柳いつも楽しみにしています。今夜もジャイアンツをテーマに一つ作ってください、ということで。なんかあったっけ、見てくださってですね、いつもね、玉筋川柳というものを、はい、坂友川柳、うん、じゃあジャイアンツをテーマに一つ川柳お願いします。川柳、はい、お願いします。いいね、いいね。川柳ですか、はい、こんな時あった。五七五七七かな。五七五、五七五だけかな、単価がだから五七五までか。五七五、五七五ですね、お願いします。坂本さん、文字余り、うん、右足取られて字余り、早急ミス。邪魔りすぎた。今日早いな、邪魔り。6、8、ぐちゃ。643、643、アシャスダブルプレーだ。おお、あるね。人前で喋んのが久しぶりなんですよ。あるね、あるね、かお前ね、いい方もしてるよ、いい方。いつも通りの川柳が決まりましたね。素晴らしいですね。さっきのムーマさんの得したこと損したこと全く言ってない。いいです、いいです、そんなことは。もうね、ちょ押しまくってるんで。行きましょう。玉筋ネーム、復活パンダさん。はい。坂友さん、お久しぶりです。早速ですが、愛媛に住んでる坂友さんに質問です。うん、はい、愛って何ですか。あ、サクッと答えてください、ね、時間ないんで、ね。愛媛だからね、うん、愛が入ってる、ね、愛とは何でしょう、坂友にとって。確かにこれは深いよ、うん、愛ですか。愛とはズバリ、うん、アイーン。あ、お前腕あるね。いいじゃないですか、腕上げてきたね。温まってきたよ。素晴らしい、温まってきたよ。このペースでもう一個いきましょう。やるじゃねえか。スーパーストロングボッキマシンさん、はい、坂友さん、玉筋人の皆さん、こんばんは。こんばんは。坂友さん、勃起してますか。うん、坂友さんに、これ挨拶ですか、金曜日。坂友さんに質問です。はい、東急池上線の専属池、はい、駅から徒歩で12分のところにあります、はい、大田区のパラッツォ上池台201号室はどんな感じの部屋なんでしょうか、知りたいですと。待てとんか、おい、質問ですね。誰の部屋なのか分かんない。俺の部屋だよ。そうだ、これ僕の友達も一応見てたんですよ、うん、はい、もう見すぎてて、もう僕の部屋覚えたって。
パラッツ髪行けない201。お前着なくて、もうずっと言うから。勝手に覚えたった。怖いっすね、擦り込むっていうか、ね、CM みたいなもんで。マジで言い過ぎてる。僕もないよ。え、今日泊まっていいかな。いいと思う。え、どっちもやばいや。ということでね、空回りしたところで CM 行きましょうか。ブー体験と今日大ダンサー最終回なんで。そうだ。で、大ダンサー今日はね、2人は出ないってことで。うん、僕とアレさんと坂友でやるんで、うわ3人で多分時間かかるんで、それサクサクいかないといけないですね。ということで、CM ご覧いただきましょう。こちらこの番組は、はい、有限会社吉田組さんと、はい、小田原うろこさん、うん、リラクゼーションゆらくさん、いいね、ラーメンはやとさん、ありがとう、板橋松陰塾さん、そしてこちらの麺どころ岩鉄さんの6社提供でお届けしております。それでは CM ご覧ください、どうぞ。かんぱーい。アサリグラタンになります。うわー、お待たせしました、金目の煮付けになります。うまそう。お待たせしました、イートマツクでチヂミ風になります。待ってました。お待たせしました、お会計になります。うろこ、こんにちは、んこそば。さよ、おなら、ブー。ただいマリオネット。あー、最近ブーのしすぎで体が凝ってるな。そうだ。はー、生き返る。ゆらく。さあ、行きましょう、はい、僕と私のブー体験。コメント届いてるますか。さっきそういえばコメント届いてない。あ、OK です。チラッと見えときました。届いてますって。あ、コメント届いてないですか。今日は何も。あ、来ている、いつ来ている。あ、すいません、よかったです。坂友さんスペシャル回ですからね。今ね、後ろでチラッとね、コメント届いてますってやったのをね、なんかこっちで喋ってるせいでちょっと変な無視したみたいになっちゃって、あ、 そ, うそれが残像よぎって、あ、来てましたっけって言ったら、来てないって言ったから。なるほど、ね、でも来てる、でも来てる、でも来てる、けど印刷はまだできていない。あ、なるほど。あ、じゃあ来てないようなもんです。じゃあ後ほど読みましょうか、それはね。あ、届く、あ、届く。すいません、ごめんなさい、連携がね、連携が、ね、連携取れてない。よかったです、初めての方です、ね、初めて、あ、嬉しい。玉筋ネーム、うんこ漏らしムーマ、初めまして。あら、なら将棋の YouTube で詳しく聞きます。いやあの、ゼロでした、コメントゼロ、コメントゼロ。さあ行きましょう、時間がね、はい、時間が、さっと行きましょう、はい、僕たちの無駄剣、よいよし、よいしょ。ラーメンハヤトで待ってるよ。あ、そうですね、ラーメンハヤトでイベントあります、はい、この3人また揃えますので、はい、そちらラーメンぜひ食べに来てください、ぜひぜひ。さあ行きましょう、ブー体験では、うん、あれしんのすけがブーが出たらこちらのポストカードプレゼント中なんですけども、坂友の役割が今日あんまなくなっちゃうけど大丈夫ですかね。それは一緒にやるよ、ブー。うん、そうしようか、うん、できる。 俺がしなくてもブーしたら坂友がブーしたりすれば、それはそれでポイントということで、はい、俺も普通にするし、あ、じゃあいつも通りで、うん、それではやっていきたいと思います。はい、玉筋ネーム、のりこのりのりさん、ありがとうございます。舞台券ちょっと言えなかった。ありがとうございますが言えてなかった。お酒が回ってます。ちょっと回ってる回ってる。いや、そりゃそう、ぶっ続けでだって、ね、私の2番組ってなかなか深いしゃべくり両方出てる。いやめっちゃいいようにするから、ね、よくあるけど、ちょっとこの時間だしね、確かに月曜日の。しかもさっき分回してましたもんね。分回して、分回して、意外にあの二人しゃべんないから、うんうん、俺と田口さんだけでしゃべってる。でも番組は二人のものですもんね。でもそうなんだけど、これが通常回だったらあれさん、こっち来たら休めたのに、ヤカベとかいれば。休めたではないけど、でも確かに今日はね、特殊な回なんですよね。確かに疲れるわ、はい、あんた。あんた。じゃあ行きましょう。ブー体験いきますよ。はい。玉筋ネーム、のりこのりのりさん。やった。ブー体験です、うん。年のせいか、寝るのが早くて朝が早いです。というお便り。これが先ほども言った4時20分に来てまして、僕が夜中に返したんです、返事を。ありがとうございます、明日も見てくださいねって。そしたら、ありがとうございます、楽しみにしてますっていうのが、おはようございますか、おはようございます、
楽しみにしてます、うん、が3時23分に出ました。よかった。3時にもうおはようございますって言ってますから。あ、これ番組見てて見ててさ、そうか、いやこれは昨日一昨日の話なんで、あ、そういうこと、土日の話なんですけど、年のせいか寝るのが早くて朝起きるのが早いと。なるほど。ということでブーは後から出ましたんで、じゃあ今から、はい、じゃあこれでいきますか。坂友に引いてあげて。はい、こちら何のポストカードでしょう。巣のポストカード、おめでとうございます。巣のポストカードですね。はい、ありがとうございます。さあ続きまして、タバスジネームスーパーストロングボッキマシンさん、やった。僕たちの舞台券、今までパラッツォネタで盛り上がってまいりましたが、そろそろ飽きてきたのでやめます。いいことだ。それはさておき、玉筋の皆さんにお願いがあります。あ、なんだろう。次の玉三郎改め玉三郎さんの新しい検索ネタを徐々に公開してください。ふざけんな。肝心の舞台券ですが今夜はありません。あれ、綺麗ですね。綺麗。気をね、こっちに反らしておいての、ありません。お手本のような舞台ですね。いいですね。ブー出ました？はい。見てなかったっすね。ずーっとこうして揺れてるだけだね、途中。ちょっと気になる、この。なんか、うんこ漏らしたい、またロクソしようとしてる、今度。この上下が気になる、もうビシッとしてください。堂々としてる。ど真ん中なんだ。あ、いいっすね。今、ちょうどいい。手、膝の上打っちゃうもん。めちゃめちゃいいんじゃないですか。じゃあ、これ引いてください。お、そうそう、テレビ意識してる。すごい。はい。あ、字のポストカード、おめでとうございます。で、また置いたらスッと持って、ね。そう。そう、いいね。揺れない。揺れたらダメ。OK ですか？はい。さあ、行きましょう。玉筋ネーム、復活パンダさん。僕と私の舞台券。はい。先日、料理教室でカレーのレッスンを受けてきました。おー、いいね。その日は、私の他に男性の方一人のみしかいませんでした。そうなんだ。カレーのレッスンは、じゃがいも、人参、玉ねぎ、お肉など、切り物が多く、ペアの方が男性だったため、私は切り物を早く終わらせて男性の切り物も手伝おうとピーラーを使って野菜の皮を剥くことにしました。あ、優しい。その結果、私がジャガイモの皮を剥き終わった頃、男性の方のカレーは完成していました。素晴らしいですね。あ、どうだった今。いや、はい、ピシッとしてた。ピシッとしてましたけど、本当ピシッとして面白みがちょっとあんまり。落ちは今理解。はい、面白かったです。あ、面白かった。はい、この辺がどう面白い。はい。あの男性が追い越してしまって。ああ、そうね。手伝ってあげてるうちに完成してしまった。はい。人前が久々だから。いや、しょうがないのよ。違う。これはずっとなんですよ。ずっと聞くだけです。あ、すごい、みんなバラバラ。他のポーズ。バラバラに出てる。さすが。喋ってます。コメントだ。玉筋ネーム、うんこ漏らしブーマ。はじめまして。僕と私の舞台券、タコの話の舞台券。あるか。前言ってましたね、なんかね、告知でタコの話が。あ、4つぐらいありましたね。そう。これのついに来た。あるんだ。うちの母親はとても面白い人で、滑って転んで大分県や、わけわかめとかの昔のギャグをよく母親に教えてもらいました。はい、そんな母親が、パートをしてた頃のある日に、母親のせいって言うね。血筋だなじゃないんだよ。なるほど。あれさんが、カエルの子はカエルなんですね。母親ゆすりだなじゃないんだよ。母親に教えてもらって今のムーマさんがね、完成。なるほど。そんな母親がパートをしてた頃のある日に、母親が同僚と談笑してた時、母親が、タコの手はどれだと思う？と同僚に話していたら、タコの頭を叩いて、いてーって出したのが手だよって、話したらみんな大笑い。しかし上司だけ真に受けて、へえ、そうなんだって納得してしまい、冗談を分かったら、なんだよ本当かと思ったと自分だけ怒り出して、ほうほう、母親曰くゆでだこのように怒ってたって言ってました。これオチいいね。いいね。タコの手はどれだと思うってタコの頭叩いて、いてーって出したのが手だよと、足じゃいかないよとって言ったら上司が信じちゃって、冗談ですよって言ったら、なんだよ本当かと思ったよって怒られて、どうなったゆでだこのように。おもろいね。いや、なんか2回聞くと面白いですね。文章がね、母親ってワード多すぎる。母親がいっぱい
うん、はい、ちょっとね、もうちょいね、面白かった。いや、いい、ちょっとないですけど、安楽さんがもう多分今年一笑いました。安楽さんと相性が、いい投稿でしたね。ブーは出ません。知ってます。タコの手を見極める方法って知ってます。ちょっと俺わかんない、どうやってんの。タコの頭叩いて、押さえたやつが手なんですよ。え、マジで。あ、すいません、冗談です。なんだよ、嘘ついたの。何みたいな。あれは手だよ。どれが誰。おい、ゆでだこ。おい、ゆでだこ待ちだろ今。ということでブーは出なかった。再現ブーも失敗しました。これはでもね、これね、ブー体験のあのコントでやりたかった。確かにめちゃめちゃいいですね。3人でライブとかやってたよね。やってましたね。やってたはずだろうね。連携になった。本当だ。え、ね、あ、え、十何回やってたんですか。お笑いライブやってたよね。はい。さあ行きましょう。タマスジネーム、9、9、10月で決まりさん。はい。そうですね。読売達成年代の皆さん、こんばんは。こんばんは。昨日体調も良くなり、夕方1公演だけある芸人さんを見に行こうと思い支度をして劇場へ。いいじゃないですか。行かれるか分からなかったので連絡はせず。はい。ついていざドアを開けると、満員ですと追い返されました。あらま。これからは行かれるかわからないけど事前連絡ですね。かっこ来たのに寂しい、その後は別の芸人さんを見に行きました。かっこちゃんと事前連絡をして、というお便りですね。タコの次にイカが出てきた。行かれませんでした、ね。ああ、なるほどね、うん。その心は。その心は、うん、どちらも。どちらも、うんうん、ぬるっと終わります。あれ、あれ、あいた。これが、え、これが手？そうなの？あ、それ冗談です。ああ、信じたじゃねえか俺。誰だ？困ったら叩いてね。困ったら。やりそう。あれさんの一番寂しいね。ゆでたこまであると思って。ゆでたこ行きたいけど、なかなかうまくコンビネーション取れないから。ちょっとやっぱブランクありますから。叩いて、信じて、冗談です。怒る。まるで、まるでなんとかみたいですね。まで。行きましょう。玉筋ね、巻助さん。はい。あ、巻助さんといえばあのブー体験すごい実体験を持って送ってくれても、あ、そうですね、すごい本当にこんな怒ってんのって言ったことに対してですね、はいはい、ブー体験に送ること本当にそんなに怒るって毎回言われます、はい、うん、怒るんですよ本当に笑い、はい、日々玉筋に送れることはないかと思いながら生活していると小さな幸せに気づけるようになりました、ね、ありがとうございますというなんかもう若手芸人がネタを常にネタ帳に、ね、メモるみたいな、そんな僕たちのブー体験、姉とジムに通い始めて3ヶ月が経ちます。おー、そうなんだ。代謝が良くなってすぐ汗をかくようになりました、うん、動くようになって食欲も増して、うん、食べる量が少し増えました。ほうほうほう。3ヶ月経っても体重が変わりません。おーブー。最後のはおならです。豚さんの絵文字がついてます。あ、そういうこと、そういうこと、自分でブーして、ね、自分でブーして、痩せたいのに食べてしまう私にカツを入れてください。あ、確かにこれ入れてあげる。これはもうとんかつですね。おお、ブーとカツで。おお、その心はほら。これ何、これ、これは手だよ。あ、そうなの。これが手なんだ。あ、すいません、冗談です。あー、おいおい、てめえなんで冗談言うんだよバカ野郎。信じちゃったじゃねえかお前。すいません。無駄な時間ばかり過ごして。マジで無駄な時間。さあ行きますよ。ダイナマンサー最終回に書いてるから、はい、はい、喉も痛くなってくる。あ、最初怒る時の喉痛いから、ね、あんまりやるもんじゃない、はい、うん、玉筋ネーム斉藤さん。はい、玉筋の皆さん、おはようございます。おはようございます。朝10時18分、はい、普通のおはようございますですね、はい、本来はチカちゃんのようなアンニュイな投稿をしたいのですが、すっかりキャラ付けされてしまった感があり、寄せた投稿にしてしまう葛藤に悩まされています。自分が下ネタしてるのを。なるほどね、だから確かに確かに。さて、僕と私のブー体験、ね、皆さんならどうするのコーナーです、うん、先日東京ビッグサイトへ業界のメーカー商談会に行った時のこと。
各メーカーのブースではそこそこ綺麗なコンパニオンさんがカタログを配っています。関係ない業種でもつい受け取ってしまい、うん、知ったかぶりの会話を楽しみます、うん、あるブースの前を通った時、ビンゴなコンパニオンに遭遇、中条あやみのようないでたち、いいね、マスク越しながら素敵な笑顔でカタログの束を渡すべく声をかけられました、うん、もちろん満面の笑みで受け取ろうとした時、うん、差し出そうとした右手は、うん、蒸し暑い場内で汗ばんだ股間に異常な痒みを覚え、カキカキしているところでした。もちろんズボンの上から、まさかそんな右手を差し出すわけにもいかず、ビンゴなコンパニオンの視線に気づかれる前にスルーしてしまいました。玉筋の皆さんならどうしますか？そんな右手だからあえて取りに行きますか？ PS、 ビンゴなコンパニオンに僕の小鍋つねがビンゴしてしまうところでした。という皆さんならどうするのコーナーですね。確かにね、結構ありっこじゃないですか、チンチン書いてるときに握手とか求められたときに、そういうときどうするかっていうね。なるほどね。でさっきの丸くんの展示会、はいはいはい、丸くんのサインだって言ってるときはチンチン書いてたわけじゃない、はい、で坂友さんですよねって来たとき、はい、どう対応するかってこと。どう対応するんですか？ファンいいですか？実際シミュレーションでしたね。サインに気づきながらチンチン書いてたよ。え、マルくんの？マルくんのサインにここに飾ってあります。あ、マルくんのサインだ。じゃあ、坂友自分で気づいてほしい。はい、はい、どうする？チンチン、チンチン書きながら、うん、あー、マルくんのサインだ。おすみません、はい、え、坂本さん、坂友さん、あ、坂友さんだ。あ、はい、疲れちゃった。でもチンチン書いてる、どうしよう、はい、右手どうしよう、うん、握手いいですか？どうするその右手は。いてぇ。それが手で。それが手で。それが手。あ、そうなんですか？そうそうそう。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、いや、冗談です。なんだよはい。この成功が出ない。どこかで。グダグダだろ。そんなんだったかもね。俺は。いや、もっとちゃんと。電気屋山ちゃんよりブー体験来ました。ああ、さっきの。ああ、なるほど。じゃあ、それもちょっと印刷できて。ああ、できてきてる。じゃあ、先これ読んじゃいましょうかね。はいはい、最後の方、はい、電気屋山ちゃんさん残して。はい。はい、玉筋ネーム、コルレオーネさん。はい。はい。タイムリーな話題ですね。うん、僕たちのブー体験。佐々木朗希は打たれてないのに交代させられました、はい、大鍋常さんも笑わせてないから交代してください。おーいおーい、まさにそういうことですよ。佐々木朗希は打たれてないのに変わったのに、なんで笑わせられてないやつが残ってんだと、はいはい、おい、今日の回全員いなくなるぞ、来月から。今日か一人から。誰が今日誰も笑わせてない。めちゃくちゃ笑わせてるだろ。笑わせてるよ、今日坂友は。笑わせてるよ。まだアインがあったか。うん、アインはあって、アインよかった。アインにゃー。ってことで、今ブーは出ずに、多いだけ出たので、プレゼントなし。後半のブーが失速しだいぶ。面白かった。あ、最後。あ、さっき、はい、裏花の、に出てた、はい、電気屋山ちゃんさん、はいはい、ご体験いただきました、はい、田口さん、はい、電気屋山ちゃん改め、はい、田口投手です、はい、ありがとうございます、舞体験、うん、昨日息子のバスケに親子で参加させてもらいました。ほうほうほう、いいよ、気合満々で挑みましたが、はい、アップのランニングで膝壊れました。お、老化を感じた40歳でした。なるほどね、というお便り。あー惜しいね。厳しい。いやー身内とは言えない。そこがね。ちょっと惜しいね。惜しい。そんなんでもらえると思ってた。ね、ウキウキで送ってくれたと思って。やったー行くぞって。多分帰りの電車から見てくれてる。決まったんだよね。あーちょっと惜しいね。あとユータンさんからですね。ユータンさんも、はい、大鍋つんでくんの家。うん、大鍋つねくんの家、うん、我が家の近くですね。あーやばいやばい。おい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 コルレオネ2015ですね。やばいやばい。あ、コルレオネじゃない、パラッツォ2015。やばいぞ、おい、バズられてる、目の前にコルレオネ。やばい。ということで最終回大ダンサー行きましょう。あー寂しいけど、 CM ご覧いただきたいと思います。どうぞ。お待ち。
くん、君の悩みを聞かせてもらおう。アプリのガチャでヘボイのしか出ないんですけど。板橋松陰塾。さあ、ということで、はい、ツイッターでもお知らせしました、ダイダーアンサー最終回ということで、寂しい。なぜかというと、缶バッジがもう品切れになっちゃったので、はい、まあ、皆さんも缶バッジ揃ってきたということで、うん、次回から新企画、そして新しいプレゼント、うん、まだプレゼントは実際出来上がってないんで、ちょっとお見せすることはできないんですけども、なるほどね、企画の方だけね、話し合いしてまして、うん、はい、どんな企画やるか、もう言っちゃった方がいいよね。そうですね、もう。ツイッターだけだとね、説明難しいんで、はい、うん、なんとですね、皆さんで、うん、僕らの応援歌を作っていただく企画となっております。どういうことをやるかと言いますと、うん、読売巨人軍の、はい、テーマソング、はい、闘魂込めて、はい、闘魂込めてですね、この歌を替え歌をして、はい、あれしんのすけならあれしんのすけの、はい、僕だったら片岡用の、うん、それぞれ応援歌を作ろうという、はい、で、わかりやすいよね。そう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 、それを闘魂込めて、まずは1行目を募集して、はい、うん、一番良かった人のやつをバチッとはめ込んで、はい、なるほど、で、大空、あ、闘魂込めて大空ぐらいかな、はい、10何文字、玉は飛ぶとか、玉はとかもうすぐ好きそうだね、やばいよ、玉は飛ぶとどう変えるかとかね、はい、でやって、その人の応援歌を作っていきましょう企画をね、1ヶ月ぐらいかけて、そうです。で、新プレゼントを配っていこうかなと思ってるんで、うん、まあツイッターで書いていきたいと思いますんで、最後の代打アンサー選手権、いやー、そうです、やっちゃいましょう。感動しますね、ちょっと。今日はね、僕ら3人なんで、うん、坂友と僕とあれさんが読むということ。あ、1人余り。1人余りが、選手がいますんで。はい。なんか、こう実際に、うん、ちょまだか決定ではないけど、はい、本当にいいラインスタンプが、もしこれあれば、そう。はい、僕らのラインスタンプこれで、うん、マジで作ろうと思ってる。今回のテーマ、ラインスタンプどんなのがいいかは、うん、マジで作りたいなって話からしましたし、はい、うん、先週のテーマでもあるあれしんのすけの食レポ、うん、あれもそういえばあれさん反応なかったから結局なんかどう進んじゃったか、そうだけど、は選ばれたやつ実際にやってもらうことになった、ね、なるほど、分かった分かった、うん、浅香唯さんのディレクターの無茶ぶりに対して、ね、あ、見とく見とく、うん、うん、全部やっていただく、全部分かりました、しっかりやります、ね、やるやる、皆さんの希望をねどんどん叶えていく番組になりたいと思ってますので、いいですね、じゃあ行きましょう、大丈夫、俺初めてだわこうやって参加するの、確かに、うわー勝ちたいな、はいはいはい、あ、OK です、じゃあ誰か自信ある方いれば、自信じゃ、はい、じゃあ片岡さん、はいはい、代打うんこ漏らしムーマに代わりまして片岡、お、玉筋ラインスタンプ、各メンバーの使いやすい一言とは、片岡漏らしちゃ、また漏らしちゃった、うん、あれさん、うん、ブー、お、坂友大手、大鍋つね、アビバーク、安楽、うう、うんこ漏らしムーマ、ブッツブース、入ってる、待って、入ってます、だ、違う、え、ちょっと待って、玉筋メンバー6人で、6人余計なクソが入っちゃクソがね、2つ入っちゃってる、あれ、クソ2つ入ってる、そうです、まあまあ使いすぎですからね、ブッツブース、いいボケだね、確かにいいですね、なるほどね、じゃあまあ、俺いくか、あれさん、復活パンダさんに代わりまして代打アレシンノスケ、玉筋ラインスタンプ、各メンバーの使いやすい一言とは、片岡さん今日も頑張ろう、うん、安楽さんおやすみなさい、あ、使いやすい、坂友さん行ってきます、うん、アレさんブー、うんうん、オーナベツネさん、パラッツォに全員集合、おい、使いやすいね、使いやすい、使いやすくないが女の子呼びやすい、呼びやすい、あ、いいね、じゃあ確かに、ね、行けばいいんでね、確かに確かに、うん、親にも使えるしね、まあ、親には確かにね4つぐらい1人、はいはい、キャラ的には4つぐらい作れるんですよね、1人につき、そうそうそう、8個単位なのよ、うん、だから8か16か、そういうことか、そう、割合何個かって、だから大鍋詰めスタンプはもう専属行けとかさ、違う違う違う、に違う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 組み入れたら住所になるんじゃないよ、2 2 2 ポンポンポンって言ったら住所じゃないから、おもろい、簡単じゃんそれ、もう簡単じゃないわ、どこ行けばいいので4つスタンプ、役所に届くわけじゃない、僕役所に提出するわけじゃないから、面白いな、さあじゃあ坂友か最後、はい、代打、うん、斉藤さんに代わりまして坂友、お、玉筋ラインスタンプ、各メンバーの使いやすい一言とは、大鍋綱さん、I'll be なんちゃらの代わりに、I wanna do back パコパコ。
楽さん、出禁です。ああならぬ手満です。読むなよ。おい読むな。斉藤さんで書いちゃうから。書いちゃったな。あーこれね、あ2人のやつね。何だっけこれね、斉藤さんからね実際スタンプ作って送ってくれたんですよ。いけます。こんな感じ一応あの出せないでしょ。パコアイワナドゥーバックパコパコと、それからもう一つ安楽のスタンプがこれ一応確認しました。これですね。暗いわ。あの手すごいね。あこれ読んじゃいけなかったのか。まあまあいいでしょう。読んじゃいけなかった。というね、こういうスタンプがどうですかという使いやすいですね。使いやすくねえだろ。使いやすくねえやろ。LINE 株式会社がノーっていうことで、ね、そうかそうか審査があるんだよ。厳しいですね。審査通らない、はい、さあどうでしょうこれ、はい、誰が、あじゃあ安楽さん、もうパコパコ、うん、あじゃ あ, じゃあ坂友、斉藤さん言葉の響きであんな笑ったの。確かに乗り方も良かったね。やる気ない。安楽デイビーパコパコ。なんかそうですね、こちら、はい、巣の缶バッジ、おめでとうございます。リズム良かったね。斉藤さんに巣の缶バッジですね、はい、でも斉藤さんのこの番組でも選ばれたけど、はい、これは絶対にラッキーさん。これはしません。しない。あの俺が帰って提出してもノーって言われます。そうですね、はい、さあ残り2試合いきましょう、はい、じゃあ誰からいく。あじゃあちょっと待ってね、はい、はい、僕いきましょうか。あいや僕最後のねこれ。あじゃあ、うん、どっちかお、まあ、じゃあ僕いきますか、はいはい、トムヤムくんさんに代わりまして、うん、代打アルシンのすけ。玉筋ラインスタンプ各メンバーの使いやすい一言とは。アレさん、みんなこれだ。うん、それか、うん、あ、あなるほど。ガッハハって書いてある。あいいですね。鍋つね。鍋つね。本人。鍋つねになっちゃう。大鍋つね。おーい。使いやすい。それか、なんだこれ。ダメダメダメ。やってますね。やってる。住所言うな。下ネタが来た時のツッコミって。下ネタみたいな。下ネタをね封印するですね。あ素晴らしいじゃないですか。いいですね。僕のブーはもう絶対なんですね。もうみんなもうそれしかない。飛び箱のロイター版ぐらいの勢いで。はいはい。じゃあ坂友。あじゃあ行きます。コルネオーネさんに代わりまして。あんたそんなんばっかりだね。ダイダ。坂友、あ、いいですね。タマスジラインスタンプ各メンバーの使いやすい一言とは。片岡さん、うん、酔ってません。あ、はい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 。アレさん、はい、チャンスチャンスチャンス。坂友さん、はじめました。はじめました。はじめました。 YouTube、 安楽さん、出禁。おお、まあまあ。大鍋常さん、出待ちするなよブス。お前言ってねえわ。言ってねえわ。一回も言ってないから。怖い怖い。全く見えないとこあったから。見えないとこ。え、ライブで普段言ってない。言ってるか。言ってんだ。言ってるか。みんながよく言うあれ。そうだね。みんながよく言うやつ。実際まさに言ってるやつ。漫才の。いややとしたら。漫才のつかみ。僕が例えば言ったとしましょうそれ。チャンス言ったじゃん。チャンスだ。いや俺日頃言うじゃんね。チャンスだな。今日はチャンスだぞ。言ってるか。言ってるチャンスだ。言ってるか。いいし。いいじゃん。これさ出待ちするのよブスって普段ね手で DM ってんのにさ。言ってるか。スタンプ一個で済むじゃん。楽じゃん。言ってるか。定型文に登録してんだよ。なんだ出待ちは言って家には来てほしい。もう最悪。めちゃめちゃ最悪。パラッツァオに全員集合。さあ行きますか。じゃあ行きます。はい、玉筋ネームのりこのりのりさんに代わりまして代打片岡。はい。やばい。お前唯一の仕事。しかもこれさっき僕がやってたんですけど、今度俺が読むわみたいな。めちゃくちゃ前のめりでも。俺こんなことばっかりやってるから。1分しかないかなと。玉筋ラインスタンプ各メンバーの使いやすい一言とは。そもそも LINE をしていない。舞台剣。おもろい乗り込みです。さあ、だね。すごいな。本当の話だと思うからこれ、はい、そうですね。じゃあもうじゃあドリコノリノリさんにおっしゃー、ね、使ってもらえるようにドリコノリノリさんは魔の缶バッジですね。LINE してもらわなきゃいけないね。 LINE、ね、してない人に当たっちゃいます、はい、さあ最後あと不戦勝の方もいるんで、はい、やばい、はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ僕行きます、はい、玉筋ネーム白い巨トンさんに代わりまして代打ガタオカ。はい、玉筋スタンプ革命は財布一言とは。ガタオカさん、もう僕がいないと全然ダメなんだダメなんだかだ。
あれさん、もう安楽と大鍋つねの区別がつかないよ。老眼だよ。ぬるぬるで安楽さん、中森明菜の飾りじゃないのよ涙はのメロディーで、飾りじゃないのよ乳首はあはーん、塗装でおしゃれしてるのよはは、大鍋つねさん、パラッツォに I'll be back 201、坂友さん、やばいじゃん、さらって言って、坂友さん、イオカン、はいはい、イオカンだけなの、イオカンだけなの涙はははーんです、いいですね。あれさんが違う、自覚してない、俺はよかった、じゃあ俺行く、じゃあ俺行きます、アラさんに代わりまして代打アレシンの助、はい、一言とは、僕アレさんで、はい、最高です、はい、うん、以上です。あるだろ、短い。以上です。はい、さあ、じゃあ、はい、スーパーストロング勃起マシーンさんに代わりまして、はい、坂友。はい、使いやすい一言とは、ガタオカ、ロリコン最高です。アレシンノスケ、マ、マルコ最高です。いいね、いいね。坂友、ポンジュース最高です。ああ、みんな最高でした。うん、1、2、3、4、5、ヒロミ。デキン最高です。いいね、いいね。玉三郎改め玉三郎、ビッグボスイン北海道、俺のチンコはでっかいど、最高です入ってる、あビンビン立ってた10代の若彼氏あの頃よ、 I'll be back。 素晴らしい、素晴らしいです。勝者は、スーパーストロング、あーくそ、白い加藤さん負けたか、スロー缶バッチです、アラさん負けたか、やばいやばい、そして行きましょう、最後不戦勝の巻助さんだけ読んで終わりたいと思います。代打巻助さんに代わりまして、ガトーカ、はい、一言とは、安楽さん、ううをかっこ痛そうに、大鍋つねさん、今から帰るよかっこ I'll be back、 ガトーカさん、栃木行かないかっこストロベリーロマンス、あれさん、あれれ、名前の通り私がコナン好きなので、坂友さん、え姉がたくさん使いそうなので、ということで、あ、消えた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 。